改めまして皆さんこんにちは、キミカです。今日来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ちょっと金沢だけですね、ちょっと場所が取れなくて移動になってしまったんですけど、まとめられるまでやっていきたいと思いますので、皆さん、よろしくお願いします。で今回ツアーで、この石川富山が、全国路上ツアーラストになります。最後までみんなに楽しんでもらえるように一生懸命歌いますので、ぜひこう記憶に残していただけたら嬉しいなと思います。じゃあ1曲目はこの曲からいきたいと思います。片思い。例えば君の顔に昔よりシワが増えても、それでもいいんだ。僕がギターを思うように弾けなくなっても、心の歌は君で溢れているよ。高い声も出せずに思い通り歌えない、それでもうなずきながら一緒に歌ってくれるかな。ボレンばかりの拍手も響き渡る、歓声もいらない、君だけ分かってよ、分かってよ。Darling夢があなたのお似合いの言葉が見つからないよ。 Darling夢があなたの愛してる、たった一度の、たった一人の生まれてきた幸せ味わってるんだよ。今日がメインディッシュで、終わりの日には甘酸っぱいデザート食べるの。山も谷も全部フルコースで、気が利くような言葉はいらない、素晴らしい特別もいらない、ただずっとずっとそばに置いていてよ。僕の思いは年を取ると増えてくばっかで好きだよ、分かってよ、分かってよ。ねえ Darling夢が彼方のお似合いの言葉が見つからないよ。 Darling夢が彼方の愛が溢れてゆこう。金沢の皆さん、今日来てくれて本当にありがとうございます。それでもいいから、僕より先にどこか遠くに旅立つことは絶対許さないから。生まれ変わったとしても、出会い方が最悪でも、また僕は君に恋するんだよ。僕の心は君にいつも片思い、好きだよ、分かってよ、分かってよ、分かってよ。 Oh, Darling しれっと虫除けスプレー渡してください。今ね、ありがとう、一回シュッシュしとこっか。じゃあちょっとうちのマネージャー変わってましてね、あのタイミングというタイミング全部間違えてくるタイプ。ちょっとなんかせっかくくれたんで、ありがとうございます。はい、今回は全国の路上をね、この茶色い箱に
皆さんのお気持ちでチップをいただいて回ってるんですけど、これは最後、あさって7月7日に、全国で集めたこう寄付金というか募金を最後能登の、輪島市に、直接お届けしてツアーを終えようと思ってます。年末年始本当は楽しいはずだったのに、きっと悲しい思いされた方たくさんいたと思います。で、私の周りにもこう大切な方を亡くされた方すごくいました。なので今回は私はね、せっかくみんなが明日もう一日楽しく生きたいって思ってもらえるような歌を届けたいと思って歌ってるので、人のためになることを何かできないかなって思って今日、そんな気持ちを持ってここにやってきました。そしてこのツアー回ってきました。で、みんなもきっと同じ思いをどこかで持ってくれてると信じて、今日はたくさん歌を届けようと思います。じゃあ、せっかく金沢までやってまいりましたので、皆さんのリクエストをお答えしようと思います。聞きたい曲ある方いらっしゃいますか？あ、ちょっと待って、でも先にあげてた Where you are? Where are you? Where are you? ワンオク？あ、オッケーオッケーオッケー。Wherever you are.
とうございます。ありがとうございます。リクエストありがとう。じゃあどんどんいきましょう。次のリクエスト、はい、バックナンバーのうわー知らない、ごめん。水平線が光る空にあなたの希望が崩れ落ちて風に飛ばされるなななな、ここしか知らないでね、ごめん。ちょっと覚えてくるね。あとは、はい、どうぞ。アイさんさん渋いね。アイさんさんみんな知ってますか？知ってる？聞いた？本当？ちょっとこれあのね、場所によって絶妙な空気流れるんですけど大丈夫？古い歌なんですけど、私があのこの間トロットガールズジャパンというオーディション番組に出た時に最後に歌った楽曲になります。じゃあぜひアベマとかでも見れると思うので、知らなかった方は YouTube とかアベマとか遡って見てみてください。アイさんさん、かわいいものですね。
クエストありがとうございます。愛さんとの曲でした。ありがとう。この曲が実は YouTube ショート今1000万回ぐらい回ってまして、みんなに知ってもらえる、まあ、新たなきっかけになった曲なので、ぜひねオーディションの風景もこう遡りながら皆さんに見てもらえたらなと思います。リクエストありがとうございました。ありがとう。では次どんどん行きましょうか。はい、あ、一緒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  OK。 償い私歌ってないやつだごめんなさい。僕のこと今日歌えるかなちょっとやってみるねちょっと最近僕のことね対応しすぎてですねこれね難しいんですよね。8時間の移動後に歌うのね、ちょっと声出るか分かんないんですけど、ちょっと毎回みんなにこれをお伝えしてるんですけど、こうやっぱね声って楽器なので、ちょっといい時と悪い時の差がすごく激しくて、ちょっとせっかくね石川来たんで、みんなにその日できる最大のいい歌を届けたいんですけど、やっぱ失敗しちゃうこともたまにあるので、ちょっとそれも踏まえて、まあ、ちょっと優しい目で見守っていただけたらなと思います。じゃあ行ってみましょう。僕のこと僕と君とでは何が違う、同じ生き物そう分かってる、でもね僕は何かに怯えている、みんなもそうならいいな、がむしゃらに生きて誰が笑う、悲しみ切るには早すぎる、いつも僕は自分に言い聞かせる、明日もあるしね、忘れる限りある永遠。
どうか忘れないでください。みんな同じだから。僕らは知っている。奇跡は死んでいる。努力も孤独も報われないことがある。だけどね、それでもね、今日まで歩いてきた。日々は人を呼ぶ。それがね、奇跡だと。ありがとうございます。ありがとう。あー、なんとか歌えました。よかったよかった。なんかね、毎日今日できる 100% を目指して頑張るんですけど、やっぱ歌ってても、あー次の音出るかなって、私でもすごい不安になる時があるんですよ。これって歌だけじゃなくて、なんか自分が今やってることにも置き換えられるんじゃないかなって思うんですね。例えばできそうでできないこと、これ今の自分にできるのかなって不安に思うこととか、それを不安に思ってやらずにいることってたくさんあると思うんですけど、でも年末年始のことがあったように、いつも元気でいられるわけじゃないし、ある日突然日常が変わったりするじゃないですか。だから毎日今日が最後だなって思っても、悔いのない決断をして、自分の選択をこうたくさんして、生きれたらいいなって私は思ってるんですね。みんなも多分もっと私よりより近くで体験したと思うので、より思うと思うんですけど、でも日が経つとみんな忘れちゃうから、平凡な 日を幸せって思えなくなっていくから、なんかそれを忘れないように、私はあえて歌というツールを使ってみんなにその気持ちをこうずっと届けてます。私はすごく幸せに生きさせてもらってるけど、生かされてるけど、なんかそんな人ばかりじゃないよなって思うんで、歌ってる間、私の歌を聴いてくれてる間だけは楽しくこう癒される空間であってもらいたいなって、そんな気持ちでいつも歌ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、ね、基本的にふざけることもあるんですけど、こうやって真面目な話しちゃうと講演会みたいになっちゃうんですよね。困っちゃった。そう、でもなんかたまには真面目なこと言うキャラがいてもいいかななんて思って全国回ってます。じゃあ残り 2,3 曲ちょっとリクエスト聞いたら本編に戻ろうかな。ちなみにお誕生日の方とかいます？マジ？誰が？誰があっちにいる？息子？息子誕生日？息子どこにいるの？あっちに行っちゃった。本当？何が好きですか？曲。誕生日の曲？誕生日の曲難しいな。誕生日の曲って何があったっけ？でも今帰りいない？帰り行っちゃった。じゃあ帰ってきたら教えてもらっていいですか？じゃあその間に先にどうぞ。うろこはね、最後に歌うから大丈夫。最後に歌うから大丈夫。うろこ歌って帰るから。さっき一緒のチームだよね。チーム一緒だからな。もうすぐ20歳の誕生日。マジ？何聞きたいですか？ママに連れてこられた。何がいい？好きな曲ありますか？
ね、とってもいいですね。ありがとうございます。じゃあ、ただひかるさんのファーストラを行ってみましょうか。短いんですけど、アカペラでもいいの？おんぶされてるのが帰り？帰り？じゃあ行きます。あれ？帰り向こう向いちゃった。あれ？帰り？いいですか？ママ動画いいですか？行っちゃった。行きます。はい。Happy birthday to you。
Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Kairi. おめでとう。お誕生日おめでとう。ありがとうございます。じゃあちびっこでも知ってる曲を1曲歌ってみようかなと思います。ちょっとディズニー通ってるかな。じゃあこれいってみようかな。モアナの曲。晴れてきた。打ち寄せる波をずっと一人見つめてた。何も知らずに、そうよ期待に応えたい。でも気づけばいつも海に来てるの。どの道を進んでもたどり着くとこは同じ。許されないの憧れの遠い海。空と海が出会うところはどれほど遠いの。追い風受けこき出せばきっとわかるの。どこまで遠く行けるのかな。そうね、みんなとっても幸せそうだわ。それはわかるの。そうよ、自分の居場所があるのって本当素敵なことよね。この道を進んでく望まれることは同じ。でも心に響くのは違う。オリジナル曲も一曲だけ歌っていこうかなと思います。ちょっと待ってね。さっきも言ったんですけど、割と人生ソングをメインに歌ってるんですけど、どっちかというとこうみんなに頑張れっていう歌はあんまり歌いません。なんかもうみんな頑張ってるし、本当はすごいことを毎日してるのに。それに気づいてない人が多すぎるなと思って、頑張れっていうよりは頑張ってるね、大丈夫大丈夫っていう気持ちでいつも曲を作ってます。なのでもし頑張りすぎて疲れちゃってる人がいたら、どうかプレイリストにキミカの曲1曲でも入れてもらえたら、あ、私大丈夫だなって思ってもらえると思います。オリジナル曲の中で一番この曲がいいかなって思った曲があるので、今日はこの曲を歌いたいと思います。では聴いてください。 Beautiful Tears。
いいなと思ったらプレイリストにぜひ入れてみてください。本当にありがとう。じゃあ、今回ツアーでいつも歌ってるこの2曲がありまして、コブクロさんの曲とウロコは毎度歌ってるので、その2曲歌って今日は帰ろうかなと思います。じゃあ、まあ石川初めて来たんですけど、やっぱり人がね穏やかですごく優しい方多いなというか、まあ、温かい気持ちになりましたので、残り2曲も温かい気持ちで皆さんにお届けできたらなと思います。では聴いてください。つぼみ。
らこの街に落とされた影星みんな光を探して重なり合う時の流れもきっときっときっと追い越せる日が来るさ果てのない線の道五月の日空は青く寂しく動かないちぎれ雲いつまでも浮かべてたどこにももう戻れない僕のようだとささやく風にひらり舞い落ちてく涙ツアータイトルでもいいんじゃないかぐらい歌ってます鱗を歌って帰ろうと思います、ね、この曲いつも MC からみんな切り取ってアップしてくれるんですけど石川のみんなが一番強く思ったんじゃないかなと思います。会いたい時に会いに行かないとまたいつ会えるかわからないし必ず明日が来るとは限らないってみんなが一番よく知ってると思うのでそんな気持ちを込めて最後にこの曲を歌って帰りたいと思います。今日本当にありがとうございます。では聴いてください。うろこ。じゃあこのツアーでいつもお花をその日一番素敵な方にプレゼントしてるんですけどずっと天君で一生懸命聴いてくれてた女の子にりがかった君の目に映り込んだ僕は魚いろんな言い訳で着飾って仕方ないと笑っていた傷つくよりはまだその方がいいように思えて夏の風が
写真を撮って終わりにしたいと思います。で、この後、